フォルツァスタイル。おしゃれはしたいが、金は湯水のようにあるわけじゃない。しかし、おしゃれをすれば気分は上がる。ならばとりあえず試着しに行ってみよう。買うか買わないかは二の次でいい。試してみなきゃ何も始まらない。それが孤独な俺の孤独の試着。渋谷の公園通りを登り切ると、そこにはレイバンストア渋谷がある。俺が愛してやまないレイバンは1937年に誕生し、80年以上の歴史がある。どんな時も一緒だった。ウェイファーラーのフォールディングマットブラックが俺の相棒だ。しかし今日は何か新しい出会いがあるかもしれない。お、これがブランニューなウェイファーラーか。相変わらず美しい。シャイニーブラックな黒いツヤもいいじゃないか。やはりこいつがキングオブスタンダードだ。お、こっちもいいぞ。クラシックなクラブマスターも悪くない。やはり男は黙ってティアドロップか。ブラックのアビエイターもいいね。いや待て、油断するな。その時、俺の中で何かがスパークした。いい横分けハンサムボーイで。いいね。
いいね、レイバーン。何？ウェイファーラーの海外仕様もあるのか。このライン、このカーブ、これは間違いない。ここからの角度がインターナショナル。しかし鏡に映る俺は黒い目をしたジェイボーイ。油断していた。新しいモデルか。このヴィンテージなルックスがたまらない。復刻モデルなのか。焦るな、落ち着け。運命の出会いは予期せぬもの。メテオール、いいね。メテオール、この響きだ。メテオール、いや、ウェイファーラー。メテオール、ウェイファーラー。メテオール、ウェイファーラー。メテオール。迷った時は一度店を出てクールダウンだ。俺の中で俺と俺とが迷い続ける。俺はウェイファーラーだが、俺の中の兄貴はメテオールだという。その答えはきっと公園通りの風に吹かれているのかもしれない。俺を迷わせた試着の数々。